メイドインワリオ。はい、というわけでやっていきましょう。メイドインワリオゴージャス、メイドインワリオシリーズの最新作ですね。 3DS で発売されました。今までのシリーズいろいろやってきたんですけれど、今回は一体どんな感じになるんですかね。始めるでやっていきましょう。お願いします。セーブデータ、どれにしよっかな。一番悩むところだけど、じゃあ一番下かな。下から這い上がる感じで頑張っていきましょう。さあ、お、ストーリーモードとなんかいろいろあるのかな。じゃ今回はメインはストーリーということで、ストーリーモードでやっていきましょう。ワリオ様だ、暇そうなお前たちのためにとっておきのイベントを企画したのだ。参加したければここから始めてくれ。そうそう、今流れているメッセージは Y を押している間早送りができる。あ、これ便利、急いでる時に使ってな。じゃあストーリーモードやってみましょうかね。今回みんな喋るんだね。ワリオの家、ほんじゃそろそろ行く、行きましょう。あ、モッシュート楽しそうだな、こいつは。お、わあ、この金はどっから出てるんだ。ゲーム大会会場、すごいね、国レベルの企画じゃん。お、これより大天才ワリオ様によるディラックスなゲーム大会、メイドインワリオカップを開催する。イエーイ、はい、聞こえなかった。あれ、メイドインワリオカップを開催する。イエーイ、2回目で。あ、誰この子、かわいい。なんだお前、よく見えたね。用があるのよ。だったらゲームを勝ち抜くんだな。ピコピコリーグ、ピコピコリーグ、ぐるぐるリーグ、ぐるぐるリーグ、タッチリーグと、まあこの3つのリーグをクリアすれば、この俺様が直接相手してやるぜ。なるほど、主人公はワリオじゃないのか。主人公この子ってことなのかな。まあそういうことだ。じゃあな。なるほど、じゃあ3つのリーグをクリアすれば OK ってことね。ゲームの大会の参加費10,000円、高すぎだろお前、ぼったくりじゃねえかよ。でも優勝すれば帰ってくるんだよね。さあ、ピコピコリーグとぐるぐるリーグと全部ワリオじゃねえかよ。タッチリーグってことね。じゃあ上から順番にやっていく。おそらく全ステージの5人を倒さないとダメってことだね。じゃあピコピコリーグからやってみたいと思います。お願いします。ピコピコってどういうこと。ピコピコすればいいの。ピコ太郎になる。ピコリーグのゲームはボタン操作。あ、なるほど。まずは十字ボタンとそれから A ボタンの。簡単。シンプルズブリブリベストってやつだ。ブリブリいらない。ボタンはいつも両方使うわけじゃねえぞ。なるほど。十字ボタンだけ、A ボタンだけのゲームもあるから、まあうまく使いこなすんだな。反射神経が問われるからね。ほんじゃ早速始めるぜ。お願いします。テンポすごいいいね。お、ニンニク。避けろ。どうやって避ければいいの。ジャンプ。そういうことね。あ、当たっちゃった。ちょっと待って。ジャンプの感覚が、ジャンプね、オッケーオッケー。2番目、入れるな。A ボタン、A ボタン連打。おらららららら、連打の神様、アビッシン。いいぞ。アビッシンってなんだ。なんかのセーブみたい。止めて、はい、オッケー、いいぞ。A ボタンしか使わないんだよ。他のボタンを考えなくていい。十字キー、あと十字キー。スピードアップ。同じやつだったらもう大丈夫。一回出たやつだったら大丈夫だよ。さあ、やつを追え。追って追って、オーケー、完璧、余裕。今まで出たシリーズのやつと同じやつが出てくるので、よく見て。見た、めっちゃ見た。何、二人、かわいい、かわいくねえ。とっさにかわいいっていう癖直さないと。オーケー、6番目踏め。オーケー、完璧。黙っちゃう癖直さないと。実況者としてあるまじき。ボスステージ早いね。ボスステージはじゃかじゃかじゃんじゃんじゃん、逃げ切れ。どうやって逃げ切ればいいの。そういうこと、ジャンプ、あー、突進剣、突進剣、出して、これで壊していって、壊せばいい、なんだ、壊すだけで、OK、OK、OK。で、上から、何、上からは無理。あ、上からも攻撃的。なんぷ、なんで上画面行くんだよ、お前、そういう面白いギミックやめろ。落ち着いて、ビヨーンして、飛んでいく。これで逃げられたんじゃない。どういうのよっちゃ。最初の1個目はちょっと焦りすぎてあれだったけど、それ以外は、ポーフ完璧ー。ワリオごとに余裕だった。ピコピコリーグ手始めクリアだ。出始め。いいか、本番はこれからだぞ。今のチュートリアル的なね。ダイヤモンドシティにいる仲間たちのゲームをみんなクリアしてかい。全員？次はジミーだぜ。あ、ジミー懐かしい。手強い。ワリオが人のことを褒めるなんてなかなかないよね。やった、600コイン。1万コイン払ったのに600コインしかゲットできないの？そもそもこのコインは何なんだろう。あ、ガチャだ。タッチペン使う？くるくる。出てこい、一等。ムービープロローグだって。何プロローグ？ムービーオープニング。わあ、めちゃめちゃゲットできるんだけど。
これ多分あれ何やっても出てくるんじゃない？同じやつが。図鑑がオープンしただって。やり込み要素かな？ミッションがオープンした。これはストーリーモードとは別のミッションって感じだよね、きっと。ガチャコロンがオープンした。お金使うやつかな。どっちにしても搾取されるんだね、このゲーム。ジミー。ジミー。じゃあピコピコリーグを先に制覇しちゃうっていうのが手だから。じゃあジミーって言うの。ジミーで YO! 今日は素敵な夜だね。この日はいつものクラブ抜け出して、街に繰り出したくなるんだ。僕のゲームはスポーツだ、イエーイ！体を動かすと気分がアゲアゲになるのはダンスもスポーツも同じだぜ。さあ、ホットに決めてくれ。リミットいきます。お願いします。ジミーか、懐かしいな。また遊んでんのかな。サファイアストリート、かわいい猫ちゃん。ボンバヘイが遊びに来たよ。ねえ、見てあれ、うん、とってもクールじゃない。かわいい。素敵。ちょっと頼んできてよ。でも君たち、もしかして写真かな。すごい渋い。はい、どうしてわかったの。ちっちっち、それぐらいお見通しさ。すごい。いいよ、いくらでも撮ってくれ。かわいい。わあ、インスタ映え。なんか背景までこの人が作り出してる。すごいな。なんかジミーの子はイメージと違かった。めちゃめちゃイケメン、イケボじゃん。わあ、これはインスタ映えだわ。猫ちゃんがかわいそうだけど。あ、素晴らしい夜だわ。本当だね、最高。私、幸せ。俺もだよ。もっといろんな向きをちょうだい。いろんな向き？後ろ向きがいいね、後ろ向き。まだやるんかい。すごいな、モテる男は辛いね。あ、防げ。余裕。余裕。完璧すぎ。十字キーですよ。 OK。 A ボタンと十字キー。ぶつかるな。あ、そういうことね。社交ダンス部、売りなりを思い出す。 OK。 完璧な避けつ、酒芸のプロの実力を見せてる。女の子が可愛すぎる。落とすな。うわ、落とす。女の子は落とすけどボールは落とさない。体全体を使って表現するスター、いいぞ。さあ4ステージ。OK。 1回でいいのね。1回で OK。 10点も取れるなんてすごい。冷蔵庫。さあ押せ。そんなに通行さなくてもいいんじゃない。舞台は代々木公園かな。さあ次ジャンプ。おいで。完璧。素晴らしいタイミング。超ギリギリ。いいぞ。これで SK8 は俺のもの。スピードアップ。さ、難しくなってくるけれど一発できるでしょ。うまい。さすが元リレーの選手。いいぞ。いつもアンカーをやってました。さあ次持ち上げろ。まあ、うおー、完璧。叫ぶだけの実況になってる。実況じゃないよこれはもう。飛べ。 I can fly, you can fly。 完璧なスター。いいぞ。スピードアップすると2回やんなきゃいけないんだよね。覚えろ。いや、右左上。いいぞ。絶対記憶領域、前頭葉がフル活用。素晴らしい。すいません、まだ終わらないの。しずくをパンチ。待って、早いって。1回打ったらダメとかそういうのやめて。スピードアップ。早いよ早いよ。ちょっと待って、ついていけば大丈夫。飛べ。I can fly! I can fly! I can fly! よっしゃー！ You can fly! Hey！ 一回だけ失敗。そろそろボスでいいんじゃない。おっこ。ちょっと待って、そういう時間があるのね。遅っ。めっちゃゆっくりだけど入って。逆にテンポをね、悪くしてよかったんじゃないかな。オーケー、ナイスキャッチ。足も腕も球扱いが上手すぎる。素晴らしい。ボスステージ。カモン。今の俺に超えられない壁はない。倒せ。ネギシナガカン。どうやって倒せばいいの。避けて右、オッケーで倒していく。殴る。多分カウンター型だよね。避けてカウンター型。完璧。ネギごとき。植物が俺に勝てるわけないんだよ。哺乳類なめんな。やったぜ。ヘヘイ。完璧に勝利だぜ。イエーイ。さあこれで終わり。いいじゃん、1回しか失敗してない。おかげで素敵な夜になったわ。最高の夜になったね。さっきの写真送るね。お願い、インスタ映えする。サンキュー。あ、そこだけなんだ。オチは読めてたけどね。じゃあね、子猫ちゃんの飼い主さん、バイバイ。そういう認識なのに頑張ったのに。バイバイ。こんないい声なのに。おめでとう。たまにはこういう夜もいいさ。君も楽しんでくれた。次はモナちゃんだ。イエーイ。モナちゃん懐かしい。またアルバイトしてるのかな。今回は雇われアルバイト店員ってことなのかな。また600巻少ないな。さあもう一回回すよ。クルーリンパ。さあムービージミー。Yeah。 さっきのオープニングで出たムービーがいつでも見られるようになったみたいな、そんな感じなんだろうね。モナちゃん可愛くなったね。ピコピコリーグ第3ステージだよ。私モナ、今度のパーティー用の新しいドレスがこっち。そうだ、ブティックジョーに行ってみよっと。
私のゲームは生活普段の暮らしでこれ素敵って思ったものをゲームにしちゃった。それじゃあ頑張ってね、モザモナム。流行らないよそれ生活かトイレのマークがすごい気になるけど頑張っていきましょう。お願いします。トイレは得意分野です。あ、ブティックジョーダー、高そうなお店だね。買えるの？どれにしようかな。うわ、ハンガーがすごい。今日は何を求めで？パーティー用のドレス。でもめちゃめちゃ迷っちゃって。たくさんあるしね。基準を決めてはどうです？好きな色とかモチーフとか。あ、なるほど、うんうん。モナさんの好きなものって何ですか？アブさん、甘いものでしょ、で可愛いものでしょ、でアブさん女の子らしいですね。それだけアブさんでしょ。それからワリオ王子様。そっちかいワリオ可愛くないよ。だって素敵じゃない、あのお花とおひげ。まあ個性あるね。確かにジョーデンちゃんも素敵だよ。そのたるんだ顎とってもチャーミング。え、何これ、そんなにたるんでます？ディスられてるの。店長は女の子がどんなドレスだと嬉しい？エッチなの。え、そうですね。エッチなの。私はやっぱりそのリボンとフリルいっぱいで。あ、可愛らしい感じ。聞いて。色はピンクなどいいですね。まだ続けるんだ。昔初恋の人がそんなドレスを着ていて。だから店長もピンクなんだ。あれ、モナさん、モナさん、モナさん、試着するから聞いてあげて。どれが似合うか見て。ああ、彼氏感覚。はーい。ゴーイングマイウェイを言ってるんだね。でも帰るの、モナちゃんのバイト代。磨け、コス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 、あ、待って、十字キーね、コス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 、オッケー。めっちゃあのタッチペン使った。十字キーと A しか使わないって言ってたのに。で、濡らすな。大丈夫、モナちゃんは濡ら、あ、やめとこ。オッケー、完璧。猫ちゃん、あ、いい格好。これもし失敗したらどうなの。うまく切って、チキ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 、切りすぎはダメってことでしょ。完璧なゴリラ、素晴らしい。孫うことなきゴリラ、いいぞ。さあ次、4ステージ目エントゥ、完璧。鼻の穴に物を入れるのは得意です、完璧。さあ、モナちゃんのファッションショーを見ながら、どっちが重い、左、え、ダメなの。お、大丈夫だね。おー、びっくりした。押しっぱなしにしなきゃいけないのね。そういうのやめてよ。ちょっと注げ、ここ、完璧。どういう仕組みなんだ。涙口のように水が滴っていくと。最新の技術はすごいな。ピッアップ、どんどん来い、カモンベイベー。そしてつまめ、つまみんちょ、つまみんちょ、オッケー、いいぞ。一回やったやつ、昔出たやつは完璧にできる、いいぞ。さあ8ステージ目、届ける俺の思い、イントゥ、いいぞ。わーすごい、わーすごいしか出てこなかった。ダメだ、実況力が。見つけろ、これ、いいぞ。どういうことだ。まっすぐ突き進んだよ。どうしたの、前の車大変なことになってるね。10ステージ目、潰されるな。違う、ここ完璧、いいぞ。俺は虫歯菌として生涯を、墓まで一緒だぜ。いいね、猫ちゃん、猫ちゃんじゃねえよ。モナちゃん、かわいい。ケチャップをかけすぎは塩分の毒。いいぞ、ジャンクの鏡。いいね。皮下脂肪まっしぐら。ここ、あれ違う。A ボタンの方ね。オッケー、危なかった。漏れる寸前。大人としての恥、スピードアップ。12ステージ目。何ステージもあるんだろう。収めろ。大丈夫。女に涙と鼻水は似合わない。ズッキリ。14ステージ目。キャッチしろ。オッケー、ナイス。ピザでやる神経が問われるわ。もうちょっと水分の少ないものにして。イントゥ、完璧。うるおいマジック。うるおいマジック。ぶつかるな。ペコペコ。あれ、おかしいな。種族の壁を越えた愛。素晴らしい。さあ、家族、探せ。これ。余裕。猫しか出てこない。ワンちゃんをもっと出して。その店長はいらないから。ボスステージ。さあ、どう、今度着替えよ。釘を打ちつけろ。あー、これね、コツンとして、スタート、カツリンチョ、カツリンチョ、余裕、コツリンチョ。ちょっと待って、モナちゃんが失敗したバージョン見てみたいからさ、ちょっと一回失敗させてくんない。これで、あ、そんな感じなんだ。なんでそれはもう店長のあれの店に売ってたやつじゃないので、スタート、コツリンチョ。これさ、ちょっとでも斜めになるといけなかったんだけど、かなり楽になってるね。よーちょっと、余裕、完璧な真ん中を捉えた。一直線コース、素晴らしい。私が、回り道せず、まっすぐ進んでいる。そういうことを皆さんにアピールできた。かわうえ、よかったね。長店長、なんでしょう。もしパーティーにいたら、紹介してあげるね。お、マジやい、リボンとフリルいっぱいの。
ピンクのドレスの日いい人モナちゃん。嫌ですねモナさんたら。ちゃんと検証揃えてね。パーティーなんて誰が来るかわからないですし。確かにね。まずい、もうすぐバイトの時間だ。でももしそんな人がいたら。じゃあね店長。ぜひご紹介をお願いします。まあ女の子の会話っていうのはねしょうがないよね。モナさんってモナちゃん可愛いから許す、可愛いから何でも許されるよ、そういう世の中だし仕方ない、完璧。クリア。あ、どういたしまして。おかげでおしゃれなパーティーになりそう。次はドリブル王子様とスピッツ王子様だよ。懐かしいなあの二人組。また車いじってんのかな。600コイン。でもこれ4ステージもあるのかな、どうなんだろう。おそらくモナちゃん、これガチャ要素いる？絶対同じのしか出てこない。あっ、バリオのやつね。誰なんだろうこの子は。あっ、これもしかして、この銃見覚えがあるよ。あっ、虹だ。あの子の妹とかなんじゃないの、もしかして。あっ、これで4ステージ目までクリア。これもっと右に行けるとかあるのかな。おそらく全部クリアしたら次のところ行けるとかあるんだな。だってアシュリーちゃんいないし。あ、これアシュリーちゃん、これアシュリーちゃん、これだアシュリーちゃんきっと。じゃあまずはこっちだな。ストーリードリブル&スピッツやってみましょう。ドリブルドライブ。わあ、宇宙の狭間、すごい地球外星、そういう感じなの。車輪いる？お客さん降ろしたんはええけど、完全に宇宙戦争に巻き込まれてしもた。お客さん降ろしてよかったね。うん。わっ、ぶなおら、どこ狙っとんねん。落ち着きドリブル。せやけど車に傷が。やめとき、相手は UFO やで。敵に回して厄介事になったらどないするんや。一応意思疎通はできんのかな。すぐカットなったらあかん、客商売と一緒やで。さすがスピッツさん、ね、いつも冷静や。素晴らしい、商人の鏡。前からなんか来ますね。レーザーや、ハンドル切り。間に合わへん。あ、カン。あ、死なないんかよ、しかし。えらい目合わしたで。すまへん。え、あいつら許すへん。ドリブルバズーカのようや。かしこまり。そんなのあかん、すぐカットだったらあかんて。さっきやられたままで黙っとれるかもげ。汚染や汚染、行くぜ。冷静に冷静に、スピッツハー。最近のタクシーって護身用にこういうものも積んでるんだね、怖いな。お、さあ宇宙生命体とデンジャー、捕まるな、俺は逃げ切る、自由という名の翼を得た男。素晴らしい、宇宙船余裕 1km。 後ろはどれ。このトサカだろ、かわいい。今のニワトリ君がめっちゃかわいいんだけど、待ち受けにしたい。さあ3km、シャッターを切れ。うん、完璧な真ん中、素晴らしい。これでノーベル平和賞はいただきだね。違うわ。ノーベル関係ない。合体だ、合体したいなり、合体したいなり。一応成功なんだそれ。すごい不格好だけど、5秒でやられそうだけど。見つけろ、ファインザファインザファインザお宝。イエー、昔にこういうゲームがあったよね、名前忘れたけど。スピードは今回も20ステージぐらいあるのかな。さあカモン、全部食べろ、愛し愛し、大きくなってね、成長期。ステージ7、当たるの。これ苦手、これめっちゃ苦手。一直線に壁に向かって、あれほんと無理だよな。ええ Into、 素晴らしい、ダイナミックお風呂、最近のお風呂の入り方。お風呂は入ろ、シャワー浴びているだけじゃなくてお風呂は入ろ、みんな追い出せ、オラ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 、病原菌白血球の人。素晴らしい、いいぞ。90ステージ目、宇宙人が、あ、そういうことね、バレずにだ、外れに進めって見えたよ今。バレずに進めだったもんね。ナスボウが現れた、攻撃のチャンスだ、どうする。居合斬り、いいぞ、秘伝マシンの効果は偉大だぜ、素晴らしい。さあ次スピードは、カモン、ジグザグマに覚えさせた、開け、 A を押したまま上押せ、はい、余裕、そんな時間あったら誰でも開けられるぜ。温まれ温まれ温まれ、あ、そういうことか、卵の方を動かすのかよ、クソ、敵白鳥の方と思った、うまく飛べー。そういうことね、地震、雷、火事、親父、そしてアブスさん、かわせ、ここ、完璧、ニンニン、ジャパニーズ忍者スタイルは世界一。16ステージ目、どっちが多い、イカ、イカちゃん、いいぞ、イカ勝利、素晴らしい。タコはまだまだ新参ですからね。ボスステージ、さあどんな感じ。宇宙船から入れまくれ、入れるの得意、何を入れればいいの。日本刺しなの、日本刺しはまずいですって。これで
入れまくる。届くか。あ、でもね、これ全部入れなくていいってこと？なるべく多く入れろってことね。アップ使っちゃうんかい、それ。コンコンコン。何あれ？回復アイテムとかかな？絶対いいアイテムだろうから、取った方がいいとは思うけど、よいしょ。あ、なるほど。直接入れなくてもいいのね。横からベチってやればいいのか。さあ、これで？あれ？まだ終わり？勝負？ボスがいいのかな？でっかい花くんじゃない？出たー。あれ？ちっちゃいよ。色が違うよ。大きくなっちゃうよ。でっかくなっちゃった。鼻毛が桃になったよ。桃から生まれた桃太郎。え、どういうこと？日本刺し。初期にする必要はなくないが。これで両方からさせると。なんなのこのシュールなやつは。鼻毛たい花。あれだよね。黄色じゃない、緑色のキノコだったら1アップするはずなのに。どうして今回は大きくなっちゃったの？効能が変わったのかな。1アップしつつ大きくもなると。そういう感じなんでしょう。どんどん2本一気にブスブス。穴に刺すのって本当に気持ちいいよね。これも昔よく鼻ハバックしてたわ。鼻ハバックしてたわ。問題発言すぎる。大丈夫、2本あるから全然余裕。え、しかもこれはここだよね。左手で、右の鼻から出たものは左手で添える、左の鼻から出たものは右手で添える。それがジャパニーズスタイル。茶道と通ずるものが日本の礼儀です。皆さん真似してくださいね。さあ鼻で。これめっちゃシュールなんだけど、スピードもそんなに速いわけじゃないし。あ、そういうことね。こっちから攻撃できるってことか。これでズボンとして当てろってことだ。ここでいいの？そういうことか。で、だん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 速くなってくるんじゃない？これもしかして止まったら穴に入れていって攻撃しろってことでしょ。あれ止まんねえな。結構長い。これでズボズボとする。直接。そうだよね。ちっちゃいのいくらやっても本体を倒さなきゃ意味ないから直接攻撃していくと。やっとぜ。世界は鼻毛に包まれた。いいぞ。鼻毛が世界を救う。世界やった。地球は守られたよ。やりましたな。何なんだろうこれ。さあこれでタクシーは。ドリブル、次はどれや。え、全滅させたんだ。追い払ってしもたで。狙われちゃうんじゃない今後。宇宙戦争はおしまいやな。そういうことですな。やったね。すごい、やりましたで。わしの冷静な判断が身を結んだな。冷静。とにかく、確かにめでたしめでたし。地球に帰るで、ドリブル。よかったね。かしこまり。かしこまり。今日もええ仕事したわ。いいね。ナンバーが777777っていうのがすごい幸せな感じでいいわ。それを見るだけで俺はハッピーになれるよ。ありがとう。おめでとうさん。お、いつもはもっと平和にドライブしとるんです。いつまで、いつでも乗りに来てや。次は。5W 範囲や。5W くん。え、でも右行けなかったけど、行けるのかな ?600 コインゲットして、おそらくムービーだよね。チョコリンチョ。さあ、出てくる？出てきた！ドライブ&スプリッツ。さあ、これで？あ、そういうことか。5W って、あの子じゃないの？ピカ、最後のステージよ。私は 5W。普段は、あ、そうなんだ。違かったわ。ソファーに座ってテレビを見る時間って幸せ。つい眠くなっちゃうけど、子供たちが帰るまでにはシャキッとしましょ。かわいいね。私のゲームは任天堂。昔遊んだゲームやおもちゃをたくさん集めてみたわ。それじゃ、頑張ってちょうだいね。ありがとう。じゃあ最後のステージやってみましょう。5ワットお願いします。この子見たことないけどな。5ワットの家。お、あ、テレビ見てる。かわいいね、この子も。靴履いたまま欧米か。うん。そろそろ子供たちが帰ってくる時間だわ。ダイヤモンドショッピング。ナインボルトのお母さんってことかな。新しい番組かしら。お、何通販。今日ご紹介するクールなアイテムはこれ。最新型のフライパン。デザイン。フライパン？本体はクリスタルでキラキラ。クリスタル？まあ。高いんじゃない？熱をよく通し肩こりも取れ。これで成績が上がる上に宝くじも。マジかよ、買うしかないじゃん。すごい。でもお高いんでしょ。欲しいでしょ。欲しいでしょ。では注文開始。する前にレッツマッソー体操。どういうことなの？なんで運動しなきゃいけない。確かに最近運動不足だからな。実はこのフライパンでものすごい普通の人には待てません。肩こりになるじゃん逆に。なんで売ろうと思ったのかしら。確かにクリスタルでしょ。そこでご購入前にマッスルをつけてもらいます。え、どういうこと？ちょっと面倒ね。体操は美容効果も抜群、ね、確かに。終わる頃には税率も取れてますよ。やるしかないじゃん。マッスル体操。スタートは CM のアレ。え、早くしてよ。せっかくだしちょっと頑張っちゃおうかしら。そうだね、せっかくだし着替えて頑張ろう。さあ来た。でもそんな太ってないじゃん、めっちゃ痩せてんじゃん。洞窟に入れ、ゼルダさん。あ、結構難しい。オッケー。結構秒数早いぞ。
構えのポーズ、ビリーズキュッ。あー惜しい、くそいいね、今までのパロディのゲームってことか、これ絶対勝つ、走り続けろ。あー、レインボーロードトラウマすぎる。大丈夫、オッケー。レインボードってだけで手元が狂い、スピードアップ。さあ、喉がやばくなってきてるの、捕まれ。ジャンプかな、はっ。完璧なゲーム、素晴らしい。タイム 4.2。 お、落ち着いていけばね、焦るからダメなんだよな。投げて当てる、ここ、オッケー、完璧、すごい速さいいじゃん。やっぱナインボルトのお母さんなのかな。ジョーカー引くな、これ、完璧3択だったか、普通2択なはずなのに。はい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 、完璧この操作方法はやったことがないと分かんない。抜けオッケー、ゼルダ押しすごいぞ3D までちゃっちゃう、スピードアップ、カモン。俺には解けない謎はない、通らせろ、そこそこ、完璧。ゲーム&ワッチ、いいぞ。実際にやったことはないけど、完璧。これは何回もやった、小さい頃のトラウマゲーム、いいぞ。抜け、どうやって抜けばいいの。はい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 、完璧リズム&天国かな。さあ、ボールで倒せ、ボール、オッケーファイヤーじゃなかったんだよね、昔は、ゲームボーイ版は。ここここここ完璧いいぞ、3回当てるとは思わなかったけど、1回かと思ったけど大丈夫、助けろ、うおりゃー、完璧。よし、あやば、素晴らしい。ボスステージ、喉がやばい、早いぞ今回は。さ、14ステージ、3回打ち返せ、カモン、ここ、あー、ちょっと待って、普通にやばい。3回、ここ完璧、落ち着け落ち着け、だんだん分かってきた、手元で、ここ完璧、いいぞいいぞ、でもファールのような気がするけど、3回だからあと1回、ここ完璧、おらー、どうや、俺のホームラン見たか、こら、完璧です、素晴らしい。最後ホームランで締める、いい男、実況者の鏡持ってるね。さあ、運動したよ、すごい疲れた、喉も疲れた、おかえりなさい、今日はやっぱりそうだったんだ、おいしそう。あ、ゲームが棚の下に入っちゃった、ママにゲーム隠されちゃった、動かせる、あ、はい、どうぞ効果は抜群だね、すごいね、ママ、しかも片手なんだわー、もうママに逆らえないね、今後。アブちゃん、ピコピコリグクリアよ、あなたの好きなお料理お祝いに作ってあげる。アブちゃんだなんで、もっと呼んでこれでピコピコリグはクリアってことね、オッケー。で、3000コインゲットした。さあ、これでママもゲット5ワット、イエー。そう、どうなんのこれ、大会をライブ配信しとろジョンジョンコネが入ってきたぜ、ユーチューバーかよ。お宝をゲットしたことといい、俺様最近運がついてるな、これ賃金払えて怒ってるよ。それにしてもよ、クンクン、この宝なんか不思議な匂いがするんだよ臭そう、あ、みんな離れていって、あ、どういうこと、ライブワット、これで、じゃあピコピコリーグはクリアってこと。え、何だったんだろう、全部クリアすれば分かるのかね。じゃあ時間もいい感じで、喉も最悪な状況なので、今日はこれにて終了したいと思います。次回ぐるぐるリーグということで、 3DS をぐるぐる回す感じになるんですかね。ちょっと配線が抜けて映像が乱れないかすごい怖いんですけど、頑張っていきたいと思います。お疲れ様でした、バイバイ。